皆さんご視聴ありがとうございます。今回の動画は2023年7月1日に名古屋に開業したマリオット系高級ホテルティアドオートグラフコレクションというホテルにですね、急遽一泊することになりまして、その様子をですね、開業の様子などを含めてお届けしたいと思います。この日にホテルがオープンするのは知ってたんですが、泊まる予定はなかったんですよね。私のホテル好きの知り合いの方からスーさんおいでよということで誘っていただいたので、のこのこ出かけているわけです。マリオット修行をね、やった関係でマリオットホテルちょこちょこ泊まってますけど、ほぼ私は知識がありませんので、ど素人目線で開業の様子等を含めてですね、レビューしたいと思います。ですね、ティアドオートグラフコレクション、さんのですね、このオープンということで、サンキューベリーマッチということでございますが、やっぱりお客さんが上手に入ってもあれなこれ。だから私は外人がよう来ますと、名古屋 is the city of dreams という。ありがとうございました。それでですね、今ホテルの前に来たんですけど、こんな感じで裏でですね、今セレモニーがあってて、愛知県知事とか名古屋市長が来てなんかやるみたいですが、先ほど言ったと思うんですが、今日はですね、私は知り合いの方が宿泊するということで一緒にですね、泊まらせてもらうんですが、なかなか空気がすごいですね、名古屋は高級ホテルが少ない街と言われてますからね、だから名古屋は名古屋駅直結してて、あとコートヤードが納屋橋にあるのかな、あとセントレアに、4ポイントがあるって 3つしかないですよね。こんだけの街の規模で人口もいるのに、マリオット少ねえじゃんとか、マリオットが全然ない県とか言われてるんですけど、一応ね、またこういう高級ホテル1個生まれるということで楽しみにしてる人も多いと思います。自分はなかなかね、泊まることはできないと思うんですが、今日はちょっとチャンスをいただいたんで来てるだけですけどね、せっかくなんでその様子を皆さんにお届けしたいと思います。今ホテルの中入りましたけど、これが車止めのとこですね。すごい超かっこいい、新品だからね、新品の匂いめっちゃするしすごいね、なんか境にこんななんか空間なかった気がするもん。あとやっぱすごいね、ホテルマニアの人たちが大量にいるんで何人か声かけてくれましたけど僕ホテラーじゃないんでね、詳しく分かんないんですけどね、知識がないけど、とにかくすごいのは分かる。このホテルの立地の説明をすると、ちょうどですね、見えるかな、こっちに地下鉄名城線の、矢場町駅一番出口があります。徒歩1分です、目の前ですね。で、裏が久屋大通りで、この辺栄エリアなんですけど、お店がいっぱいあるところ、だから外に食べに行くでも全然お店困らないです。松坂屋とかパルコも目の前にあるんで、矢場町にあるんで、矢場町食べに行ったり味噌煮込み食べに行ったりしてもいいのかなと思います。はい、コンビニもね、ちょうど奥かな、奥にローソンあるんで歩いていけます。なんかいろいろ書いてあるんですね、この建設に携わった会社かな。で、今日はですね、オープニングイベントとかなんかいろいろやってて、有料なんですけどねちょっと自分は貧乏なんで行けないんですけどなんか1万円ぐらい払うと食事のあれがなんかできたりとかするみたいですねすいません、そんなやつが泊まるなよって感じですが、今回しかも誘ってもらってね、僕は宿泊で払ってないんですよね。そう、申し訳ない。ホテルに呼んでもらったわけじゃなくて、ホテル好きな人に誘ってもらったって感じですね。こっちもトイレがあって、何せね、新品なんでね、匂いがすごいんですよね。なんか場違いだこれは。それではですね、今からチェックインをしたいと思います。チェックインカウンターは5階なんで1階じゃないですよね、知らなかったとりあえずエレベーターで行きたいと思います。これやばくないですか、フリースペースみたいな場所。ここ奥が久屋大通りですね。これはすごいね、多分ここのホテルの注目すべきポイントの場所ですね。みんなここで写真撮ったりするんだと思います。フリースペースですね。あとは久屋大通りが見えて、ちょっとこのカメラで分かりにくいんだけど、テレビと見えるかな、こんな感じです。こちらが和食
レストランがあるみたいですね。シュハリさん、すごいね。てか床全部大理石なんだよ。で、あとエレベーター、客室に行くエレベーターがこっちで、トイレがここか。喫煙ルームありますね。タバコ吸う人も外に出ずに吸うことができます。とりあえず今からチェックインなんですが、まあ、ちょっと今混んでるということで、こちらのレストランをですね、今開放してノンアルコールのシャンパンをくれました。それでは早速部屋に行ってみます。今回の部屋は1406なんで、ここですね。奥すごいね、角部屋だ。とりあえず部屋に入りましょう。これということで部屋に入りました。まだ誰も使ってない部屋ですよ。一度も宿泊者がいないという、一番新品の状態で、初めて、こんな状況初めてですね。あーすごい、めっちゃいい匂いする。おー、こんな感じです。今日2人で泊まるんで、こんな感じなんですか。でかっスイートではないんですよ、この部屋。スイートじゃないけども、スイートレベル近いかも。こんな植物もいっぱいあるし、はいはい、景色も素晴らしいですね。あとはでかっテレビ、やばシャープ、うん。であとお水、これなんか言ってたな。ちょっとこれ瓶の水ですね。 なんか説明あったけどちょっと分かんなかったですあと急須があったりとか、うん、この辺はミニバー、うん、よいしょ。この辺有料ですね、うん、誰も使ってないからこういうとこもすごいピカピカですね。はい、でベッドもすごいんですけど、もちろんまあふかふかですよね。あとね、これ持ち運びできるポータブルテレビ、これなんか防水になってて風呂場で使ってもいいみたいな説明がありました。で、あと USB 通常コンセントね、あと C タイプ全部ありますね。逆サイドもまあ同じ感じであるんですが、部屋の照明とかエアコンとかカーテンの、まあ、動作っていうのは全部このタブレットでやるみたいですね。これもさっき説明がありました。うん、いやすごいね。なかなかね、愛知県に住んでる人でここに泊まり来るって人はあんまりいないかもしれないけど、まあ接待とか、あと要人の方とかお金持ちの人がね、まあ、名古屋来た時に名護まりしか多分なかったんですよね、今までね。そうだから、 その選択肢としてはいいのかなと思いますけど、自分はちょっとありがたいことに初日に呼んでいただいたんで贅沢に泊まらせていただきますが、これバスタブですね。うん、全室ね50平米以上らしいんですよ。だから全部この部屋のぐらいの広さがあるホテルみたいですね。うん、おすげえ、全部ティアドのマークが書いてありますけど、どこのメーカーなんだろうな、すいません分かってないんですが、あ、イタリア製って書いてありますね。イタリアのどっかのやつなのかな。うん、はい、すいません説明が雑で、こんな感じですね。ドライヤーはこれ分かる人います？有名なやつかなホテルレビューする資格ないよね俺ねあとまだ誰も使ってないトイレです。新品ですよ。おお、明かりが勝手につく。はいはいはい。それで部屋に置いてあったこの、まあ、お菓子なんですけど、羊羹だったんですよね。でこれ名古屋といえばですね、まあ皆さん知ってる人ほとんどだと思うんですが、両口屋コレキオという、まあ、お菓子メーカーさんの和菓子のお店のなんかレモン羊羹、こっちがスイカか、俺スイカ嫌いだからまああれなんですけどこっちのレモン羊羹食べようかな。すごいこんなおしゃれな、なんか可愛いやつが置いてありました。ということで部屋の紹介はまあこんな感じですね。すごいでしょよかった、まあ、記念で、ね、今日泊まれるんで、まあ、もうそれで結構満足しそうです私の場合は名古屋に来た時のね、まあ、皆さん泊まりたいよっていう人多分いると思うんでね、マリオット好きな人はね、よかったら参考にしていただければと思います。このホテルはラウンジはないんですよね、うん、ラウンジがないで、プラチナ以上持ってれば朝食は無料でした。で今回朝食無料を選んでおります。であとプールがあって、サウナもあって、ちょっとしたお風呂もあるみたいなんですけど、ここはねちょっといろいろ厳しくて、プールに関してはね15歳だったかな、子供は入れないようになってます。なんで
子供がわちゃわちゃ騒いでるプールっていうよりも大人がゆっくりまあね、過ごすためのプールが用意されております。年齢制限があるの知らなかったですね。であと撮影は禁止です。一応ここの代表の人とさっきね挨拶はしたんですけども、プールはダメということだったんで、あと風呂とかもね写真も撮っちゃいけないということだったんで、結構そこのプールがかっこいいっていう感じなんで、ホームページ行けばね写真載ってるんで、まあ、そこで皆さんよかったら確認してください。まあ、今日オープンしたばっかりのねもう本当にピッカピカのホテルなんで、まあ、こういったまだ新築ホテル泊まりたいよっていう人はねどんどん予約して来てみるのはありなのかなと思います。値段は少々高いです。少々というか結構高いですね。なごまりよりは高い。でもなごまりはもう結構古いからね、新しいホテル好きな人とかいいんじゃないかな。あとね忘れてた、このねこの空気清浄機も結構エアドックってやつ知ってる人いますよね。よく会社のオフィスとかにあると思うんだけど、これかなり質の高いね、値段もまあまあするいいやつが部屋に置いてありますね。すごいですね。とりあえず今から部屋でゆっくり過ごそうと思います。それで6階がフィットネスルームがあるって聞いたんでちょっと見に来ました。プールは行けないんでね、行ってみますか。こちらですか。はい、僕の方にご案内させていただきます。じゃあお願いします。はい、それでこちらがこのホテルのフィットネスセンター、ジムですね。ちょっとね動画を撮ったつもりだったんですがデータが残ってなくて、ちょっと写真で説明しますね。こんな感じで、ね、最新設備が揃ってまして、もちろん新品です。誰もまだ使ってないですね。名古屋の街並みを見ながら汗をかいて運動して気持ちよく過ごすことができます。あとすごいなと思ったのが、このジムの目の前にですね簡易的なラウンジがありまして、ドリンクとか軽食が無料なんですよね。こちらのラウンジはマリオットの上級会員の資格を持っていなくても宿泊者であれば誰でも利用することができます。軽食はフルーツであったりスムージー、あとはパンもありましたかね。すごい、プロテインクッキーとかありますよ。ジムの横にあるんだ。すごい、ジャワティとかザバス、これもフリーですね。知らなかった。スムージー作ってくれました。なんかプロテインクッキーとか買ったんですけどジムの横にあるからこういうのあるんですかね。それで今日の晩御飯はヤバトンにしました。目の前の松坂屋にあるヤバトンですね。ちょっとねホテルのインルームダイニングとかレストランがすごい高いんで、明日の朝ごはん食べるんですけど、今日はちょっと一緒にいる人と一緒にヤバトンにします。すげえ久しぶりにヤバトン食べますね。とりあえずこれを食べてもう今日は部屋でゆっくりしようと思います。一応テラスに出るとこの久屋大通りからの夜景が見れるということで今来ました。まあこの辺一番都会ですからねテレビ塔もこんな感じですかね。中部電力未来タワーでしたっけ、未来図タワー。それで今食事をしてホテルに戻ってきたんですが、せっかくなんで今からジムに行って汗を流してからシャワー浴びて今日は寝ようと思います。それではちょっと1時間ぐらい、見えるかな、このちょっと反射しちゃって見えないかもしれないけど、夜景見ながらウォーキングします。ということで今日はこんな感じで1日終わりです。また明日朝起きてですね、ティアードの朝食どんな感じなのかお届けしたいと思います。結構楽しみですね。なんか気合入ってるみたいなんで、うん、美味しい朝ごはんをがっつり食べようと思います。おはようございます。翌朝になりました。とりあえず今から朝食を食べに行きましょう。いってらっしゃいませ。どうぞ。これ朝食メニューオーダーのやつなんですけど、すごくないですか。アボカドトースト、キャビア、わさびオイル、ズワイガニなんていうのとか、すごいです。とりあえず今最初になんかスターターみたいなやつをもらいました。八朔のジュースと小松菜のスムージーと名古屋のきしめんだそうです。で料理のスタイルはですね、今オーダーでトーストとかエッグベネディクトとかオムレツ頼んだんですけど、であとはセミビュッフェでおかずもいっぱいあるんで、その辺をちょっと取りに行ってこようかなと思います。
それでは料理をちょっと見ていきたいと思います。パンコーナー、うわうまそう、ソーセージうまそうですね。これとかはね、松坂ポークなんですよね。松坂牛ではないけど、あと北海道産のソーセージとか、あれですね、三河の田原渥美半島のソーセージ、蜂蜜とかも知多半島、愛知県のもの結構ありますね。あとはハムとかサーモン、こんな感じですね。フルーツもこんな感じで高級そうな、メロンとかマンゴーとかもありますからね、すごいね。このオレンジジュースとかはめっちゃおしゃれですね、なんか作ってますということで朝食を持ってきました。こんな感じですね。こちら手前のプレートのやつは自分で持ってくるバイキングのおかず類で、これがサラダで野菜スープで、あとオーダーするメニューがあって、でさっき説明した通りですね、アボカドトーストはこれなんですよ。これ上キャビア乗ってますけど、でこれがズワイガニのエッグベネディクト、うん、あの2つ今回ちょっと頼みましたが、皆さんが2つ頼めるかはちょっと分かんないですね。1人1皿かもしれないですけど、今回ちょっと2つ頼みました。あとオムレツも今頼んでます。であとこの愛知県産の牛乳と生搾りオレンジジュース、こんななんかすごい機械でね、ぐるぐる中でやって作ってるやつでした。グレープフルーツもありますね。全部ね、基本的になるべくこう地元のものを使うみたいな感じで、このフレンチトーストの蜂蜜も知多半島だったし、ね、これは松坂ポーク、めちゃくちゃ質は高いと思います。料理長おすすめのこのアボカドトースト、これよく見たら上丸ごとアボカドなんですね。でキャビアが乗ってると、すごい。これがズワイガニのエッグベネディクトですね。よく見たらカニ山盛りだ。パッと見こっちからしか見せなかったらよく分かんなかったけど、すごいカニが入ってるわ。これうまいね、苦いけどすごい新鮮だ。松坂ポークのベーコン超うまそう。ベーコン超うまい。カニの味が超うまい。あとはやっぱりこれですよね、映え目的で皆さんこれ頼みそう。あーうまいね、間違いない。ということで何食べてもめちゃくちゃうまいわ、うん、特にね、まあ、野菜系とか新鮮さがすごい伝わってきたし、こうおしゃれな感じのやつ普段食べることないですけど、すごいやっぱうまいですね、うん。皆さんよかったらぜひぜひ必ず朝食を食べてください、このホテルで。ということでチェックアウトの方完了いたしました、まあ、特に東海地方に住んでる方はですね、まあ、ニュースでこのティアドオートグラフコレクション、マリオット系のホテルねオープンしましたよっていうのニュースを見てると思うんですけど、ぜひ境エリアなんで、まあ、皆さん目につく場所にあると思うのでね、気になる方は泊まってみたらいいと思います。部屋が広い、最低でも50平米ぐらいある部屋ばっかりなのかな、うん、そういった魅力もあるんですけど、個人的には朝食、食事が美味しかったなと思いました、うん、あの愛知県での食材をすごい使ってるとか、うん、あとキャビアが乗ったねアボカドトーストとか、なかなかこう、まあ、普段食べれないもの、非日常ですね、そこまで高く なかったと思うので、食事に関してはですね、そういうのを体験しに行くとか、誰か連れてきて記念日に、ね、招待するとかやってもいいのかなというふうに思いましたね。ホテル側の人たちもすごく真摯な、ね、優しい対応していただいて、いろいろ案内までしていただいて、とても気持ちよく過ごすことができましたので、はい、かなり大満足です。名古屋に開業したばかりのティアードオートグラフコレクションホテルですね、宿泊したっていう動画、これで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。それでは。